こんにちは。つくね大好き人間、高瀬です。よろしくお願いします。はい。えー、今日もね、えー、回転体の体積の話をやっていきたいと思います。えー、あらかじめ絵を描いておきましたが、y イコール x 二乗引く x という二次関数を y イコール x の周りにくる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 っと回して出来上がる立体の体積を求めてくださいという、えー、いわゆる、車軸回転体の体積の問題です。さあ、このね、車軸回転体の体積の問題っていうのは、 ちょっとしたテクニックですぐ答えが出せるようなそういうものがあったりするんですけども誘導付きで細かく出された場合ってその公式とかって使えないんですよね。ですのでまずはしっかり基本に忠実に考える。もう数学はいつもそうですよ。まず基本に忠実に考えることを手に入れる。その上でテクニックとかわかるなら使えばってとこですから。まずは基本に忠実にいきたいと思います。さあ。 体積の求め方は、軸設定、軸に垂直に切る、で、回して、体積を出していくってことでしたよね。ですので、例えば、ま、ここ、原点 O として、ここの X 座標 A として、ここを X 軸の周りに回して切きる体積を求めろと言われた時にどう考えるかですけども、まずは、原点からの距離が X であるところをね、取ってあげて、 ここの長方形を考えます。この長方形をクルリンパって回してあげると、断面積は πy2 乗だよね。で、薄い厚みを考えると、この厚みデルタ x だから、πy2 乗をデルタ x と考えられるわけ。あとはその x の範囲は、ここからここまでずっと足し合っていくんだったから、0aπy2 乗 dx。これが体積になるんだったよね。 はい。ここからの距離が x であるところの高さをとって、厚みをとって、ここからの距離を考えて計算していく。これが基本ですからね。はい。じゃこれをちょっと斜めに変えてしまうと分かりにくくなるけども、斜めに変えたもので見ていくことにしましょうか。はい。そしたらですね、今回は、え、y イコール x で、これの垂直に切って考えていかなきゃいけないですから、傾きマイナス1方向に、 切れ目を作ることがまず確定かな。はい。黄色い方の木はマイナス1ね。はい。そしたら、ここをオーとして、ここ。うん。ここは実際これ連立させておいてみると、x イコール2ですわ。ね。この点は x イコール2になります。なので、1対1対ルート2であるということを考えると、ここの距離は2ルート2と考えられますね。 じゃあ、この y コール x ってものが、large x 軸であるかのように考えましょう。はい。large x 軸であるかのように考えたら、ここの長さは large x と書けますよね。で、ここの黄色い部分の長さを y とでも置いてあげたとしましょう。はい。そしたら、これが large x ならば、 この足し集めていく方向はデルタ X なので、まずざっくり式を作ってみると、体積は、積分区間0から2ルート2で、断面積は π y 二乗。厚みがデルタ X だから、 デルタ X。はい。ざっくりこういう計算式になるので、あとはこれを積分計算していこうぜっていう話になるわけです。さあ、問題は、Y を X で積分しろって言われても、これ Y は X で表せそうにないんですよね。どうしたらいいのかなってとこなんですね。はい。ここなんですけど、ここはですね、 この放物線上の点をこう動いていく点を想像します。で、そこから水線引いてるんだなって見方をします。つまり、y イコール x 二乗引く x 乗を動く同点 p を想像してください。ね、今日も動く同点 p、ね。あなたの街も動く同点 p。そんなつもりでえー点 p をこうね、動かします。さあ、そしたらね、 ここの y っていうのは点と直線の距離公式を使ってあげれば t で表せるよね。そして op。op。ここの長さも t で表せるじゃない距離公式使えば。だから y は t で表せて赤い長さも t で表せるから三平方の定理で x も t で表せる。だから ここに t の式を放り込んで x を時間積分用いて t に変換してあげる。そういうことで一応全部 t で直すことができますよね。はい。これが基本の考えになります。 でですね、最近入試で、ええー、まあよく見かける誘導はですね、ここの座標を出しに行くことなんですよね。はい。傾きマイナス1の直線で点 P 通るってすれば、直線 PQ の方程式出せるでしょう。で、それで Y イコール X との交点って計算すれば Q の座標出てくるから、ここの座標が出れば、 これは点灯直線でもいいけど、距離公式でいけるし、これも距離公式でいけるよね。はい。ということで、最近入手でまあトレンドなのかなって私が勝手に思ってるのは、Q を座標を出して計算していく。ね。これが提案の一番です。で、もう一つはね、今回 y、Y コール X とこの黄色い直線、傾きが分かってるんでね。はい。傾き分かってるんで、 例えばここ P9 って取ってあげて、こういう風うに取ったときに、はい。P から上にこうぺーっと伸ばしてみましょうよ。で、P から上に伸ばしてあげたこの点を R とすれば、はい。傾き1でしょう。ね傾き1だったら、このところ90、45、40の直角二等辺三角形だよね。そしたら、今俺たちが欲しいと思ってる、ここの長さって、 ここの長さのルート2分の1倍と考えられるじゃない。ね、ここはルート2倍のラージワイと考えられるわけよ。はい。ということで、もし、こういうふうに傾きが1の関係であるならば、ここの長さのルート2分の1倍で計算して、で、三平方の定理とかってするのも、まあ悪くないですかね。はい。まあこれは本当どれがいいかは、えー、皆さん次第ですから、まあ、そこはね、自分で考えてもらえればと思いますけどね。 じゃあ、実際にね、式作ってみましょう。はい。まず P をね、置きました。文字で置きました。で、P から Y イコール X に推線 PQ を下ろすことにします。そして PQ の長さを Y、OQ の長さを X と置きます。あとは、あの R の座標も文字で置いた方が良さそうですので、 えー、p の x 座標と同じ x 座標で r を取りますので、r を t というふうに置いてみましょう。t ってやつですね。はい。そしたら、えー、まず今回は、pr の長さは r の y 座標から p の y 座標を引いたも、引いたものだから、2t 引く t2 乗となるかな。 で傾き1であることに注意しましょう。はい、そしたら PQ の長さはルート2分の PR なので。 形で書くことができますね。さあ、そしてあと、OQ の長さ。これなんですけども、さっき言ったみたいにね、Q の座標を出してで、距離公式でも構わないけども、見えるかなはい、実はここのところに直角二等辺三角形が出てくることを考えると、Q の X 座標って、 y の長さをさらにもう一個ルート2分の1倍したここの長さ分だけ t から引いたものと考えられるよね。はい。そうすることでこの x 座標を出せるから、そしたらまた1対1対ルート2っていう考え方で攻めれそうだよね。はい。今回それでちょっと押し切ってみましょうかね。 p の x q の x。この青い長さね。青い長さは、y をルート2で割ったものだから、これをルート2で割りますかね。なので、この形になってきますので、 9の x とここの数字入れ替えてあげれば、9の x は p の x からこの数字を引いたものだから、このように2分の t 以上という形になるはずですね。はい。そしたら、9の x 座標のルート2倍が x だよね。 これで準備が整いました。はい。じゃあね、えー、立式していくことにしましょう。はい。じゃあ、求める立体の体積は、まず、積分区間は0から2ルート2までですね、足し集める範囲が0から2ルート2。で、断面積は πy2 乗。足し集める方向は dx と。はい。 ということで、y の2乗は何かなっていうと、y はこちらなので、これの2乗そのまま叩き入れましょう。すると、この形。2乗が抜けてました。はい。じゃあ、これを積分計算するのはまあ難しいから、 時間積分実行しようだったわけだよね。はい。そしたら、積分区間のすり替えもしなきゃいけないよね。さあ、その時に、ここは図を見て考えてもらえればって感じなんだけど、 ラージ X が0から2ルート二まで動くってことは、ここから、ここまで動くってこと。当然その間点 P は、こういう風うに動いてくることになるわけだから、X 座標 T は0から2まで動いていくぞと考えられるわけ。これ図から読み取れるよね。図からも読み取れるんだよね。だから図からで0から2って考えてくれればいいんじゃないかな。 ということで、V イコール2分の π0 から2ルート2でこちら展開しとこうか。で、DXDT。DT にしようね。 失礼。時間してるから、ここはね、0から2になりますからよし。じゃあ、計算していこう。はい。これ消して、ルート2を外に出して、t 復活。 こんな感じかな。じゃあ、積分。じゃあ、0入れたらなくなるから2だけ集中して入れておこうね。はい、そしたら、これ15分ので2分かな。はい。で、これ計算して。 え答え15分の8ルート 2π ということでした。はい。えー、ご覧の通り、車軸回転体の体積というのは少し計算量が多くなります。ね、この辺の、ね、展開したりとか、数字代入とか、こういうところでミスってしまうと当然これツになってしまうんでね、えー、怖いですよ。でも、怖いのは結局、利式の仕方がわからない方がよっぽど怖いですからね。 え先ほども言いました通り、まずは、ここからの、X 進んだ分の、回してあげる半径 Y を意識したいな。でそれ意識するためには、直線上の点を文字で置いておくことが重要。で、それを置いて回転体の体積って考えていくと。いうことで、しっかりとね、えー、やってみてください。あとは、あの、先ほども皆さん言いましたけども、Q の座標を出して、長さ長さ出していく誘導も最近は多いですから、 全く同じ答え15分の8ルート 2π になるはずなので、自分でね、これを、こう文字で置いて、と、この直線の式が、y イコール、マイナスカッコ x、x 引く t プラス、t 二乗引く t という形で書けるはずなので、そいつをうまく使いながらね、えー、出してやってみてください。いやー、しかしなんかね、お腹空いてきましたよね。この、さあ、こいつをさ、 これの周りに回すとさ、この辺なんかつくねみたいな感じのもできてきますよね。このつくね、あつくねえー、今回の動画完璧ですかもし怪しいなと思うとこがあったらね、ちゃんともう一回見る、もう二回見るっていう動画の特性を活かしてくださいね。我々は他の単元の動画も撮ってます、えー。ホームページの方見てもらえると、いろんな単元、どの単元があるのかなってものもわかりやすいですから、ぜひホームページも活用してね。 jenny